お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの神器デッキ、はい、やっていきたいなと思います。もう陸のゴリ押しデッキですね。ユーノゴーストムートに、さらに今回小ジョバもですね、今までですとラムライダーの採用が多かったんですけど、今この小ジョバ型のこのデッキね、ファイボーがないんですよ。スペルがなんとタルババだけのね、このデッキがめっちゃ流行ってます。というわけで今日これやっていきたいなと思います。いや超陸ですね。で対空が、まあ、エレキとマジアチョしかないんですけども、こう、まあ、相手がもし空とかバルーンとかだった時はもう陸で鬼攻めまくるって感じですね。攻めて攻めて攻めて、こう相手に形を作らせないと言いますか。でもしそう形を作られたとしても陸で鬼攻めて、まあ、ダメージ受けるもののこっちもダメージ与えてやるよというような感じでね、やると意外と勝てるんでね、はい、やっていければいいかなと思います。よろしく。あれ、しかも俺今ただ6級ぐらいなんですよ。アラームがね鳴ってるんですけど、まあ、気にしないでもらえると、はい、いいかなと思います。なのでこれ勝ったら40ぐらい、40はさすがにいけないか、38ぐらいもらえる説ありますね。さあとりあえずヒースピぐらいで様子見つつ、で、ユーノとかゴーストを両サイドにガンガン出していくのが大事ですね。よいしょ。さあ、今回相手は遅延スケラーかな、なんか今のところ。アイスイズベビーなので、まあ、スケラっぽいですよね。ああ、スケラですね。で、スケラは、まあ、低めマジアチャと、よいしょ、タルババとか、まあ、マジアチャプラスの何かユニット1個で守れますね。さあ、相手、これはまあ、うまいキング起動ですね。トルネで。まあ、やられたものの、まあまあまあ、で、今、相手は、ナイトと、まあ、施設ですね。ごぼうりか、ボムタワー持ってるんで、こういうユニット出したとて、止められちゃうんでね、一回、これスルーでいいかな。アイウィズサイター、同じような流れですね。よいしょ。で、まあ、いつか相手が陸域がきつい時が絶対出るので、まあ、そこを攻めるなり、まあ、あと、マジアチャで抜いて、まあ、無理やり陸を咲かせてとか、まあ、そんな感じでね、ペース握れたらいいかなと思います。さあ、ここは陸をね温存しつつボムを咲かせましたね。今ナイトとボムを咲いたので、言っちゃ今ムートとか止まんないんですよ。なのでちょっと今ここチャンスですね。でマジアチャで射抜きたいが、ベビーもいる。これはアイウィズか、アイウィズ、アイウィズ低めでもう一回ナイトカバー、いやこれ射抜いてもいい気がするな。射抜いちゃおう。よいしょ。で、ここは、ベビーを受けつつ、ワンチャンマジアチェーン目できる。いや、さすがにできねえか。いや、言うのが飛びますね、これ。で、左側のダメージちょっと痛いけど、まあ、許容してあげてね。で、ゴーストとかで、よいしょ、ちょっかい出してあげます。で、なんか隅っこに出すと、結構施設にね、釣られないとかがあるので、隅っこ出しは大事ですね。で、まあ、こっからですね、どうしようかなー。イースピで回復してあげて、よいしょ。で、ほんと、ま、両サイドです。あ、来た。ここで、相手は、使っちゃいましたね。あいつを。よいしょ。ボム使ったので、ここはもし、マスケラ撃たれても、こっちの攻めが通るって感じでね、攻めてあげます。よしよしよし。ゴースト消えろ。消えろ。消えろ。いや、いい。消える。で、よいしょ。守りつつの、いやー、あれ、なんかいい感じ来てえな。こっちで、ちょっと、気をそらせて、あ、ユーノのダッシュさせようとしたんですけど、全然ダッシュしねえ。やばい、いい防衛される。まあまあまあ。で、僕は、左の方がダメージ受けてますね。なので、ちょっと右側にね、ユニット出しつつ、右側にポイズン打たれてもまあ大丈夫という感じでね。こう、陸なんか一生咲いてると、やっぱ陸、相手の防衛の、まあ陸の数っていうのが限られてますので、ボムタワーを使わないといけないんですよね。こういうとこマジアチャで抜けるとすごい理想なんですけど、まあ咲かせれるとでかいですね。よいしょ。さあ、まあ、ワンチャンスケラ打たれますね。でもこれはマジアチャとユニットでね結構守れるんでね。で、さあ陸で攻めつつ、ここで今相手ポイズン裂いた、ポイズン裂いたら止まんないぞ。よいしょ。これはもうブッパですね。陸ブッパ、あ、ヒースピ。いや、ヒースピ飛んだな、でけえ。来た来た来た。これ、多分終わったっすよ。ボムも裂いたので、ベビーが遅れてくる。アイウィズが遅れてくる。オーゲイ、止まりませんよ、というような感じで、
もう本当にただの陸ぶっぱデッキですね。で、まあ相手が陸受け豊富な時とか、まあそういった場合は、こうマジアチャで、いやめっちゃ大トロ。マジアチャで、まあなんか射抜く。こうムートに対してナイト合わせてくるタイミングで、マジアチャで射抜いたりだとか、まあそのタイミングで有能追加したりだとか、まあそのタイミングでヒースピ追加とか、なんかこう、なんでもしようがあるんですよ。なんかやろうと思えば、なんでもできるので。まあそういった感じで、まあ陸受け豊富多かったら、無理やりでも突破しに行く、まあ、みたいな感じですね。いやーここのめっちゃ攻めてくる、めっちゃ攻めてくる、やばいやばいやばい、いやーやばい、これオッケー、めっちゃいい防衛した。しかもなんだ今回、樽の樽だっけ、ペッカか、あミラー対決、ミラー対決来ましたね。なのでむずミラー対決知らない、知らないけどエレキが結構大事になる気もし、え全然違えな、なんかずるくねプリンスはずるくねって感じですね。まあまああんま無理に延命する必要もないですね。でエレキがいるんで、こっちにはこのエレキが大事になってきますね。よしよし、でこれ有能ゴースト、いやタルババがありますね。いやこれ多分無理っすね、いけないっすね。よいしょ、いやでも頑張ってる頑張ってる頑張ってる、頑張れ頑張れ頑張れ、まあまあ頑張った。さあ今回ユーノゴーストプリンスのマジアチャーなので、まあ、同じ系だと思うんですけどね。こうプリンス神器とか、結構前にね、流行ってた。そういう系かな？同じっぽいんですけど、なんか違う。相手の方が俺の上位互換みたいなデッキなんですけど。あ、ムートがプリンスっすね、これ。ワンチャンユーノ追加とかも来る。来た。うわ、だるいっすね、これ。まあどうなんだろう、どっちがいいかわかんないですけど、エレキがマジで大事なのと、ヒースピ追加でもいろいろ世界変わりそうかな。いやこれ攻めたいんですけど、プリンスがいるとマジで良くないですね。プリンスを気合でどうにか突破したい。いやこの辺かな、これユニットいっぱいになったらいい気がするんですけどね。よいしょ、で逆も狙いつつ、これマジアチで射抜きます。言うのナイス。で、こういうところでダメージをちょっと重ねていきます。で、タルババで延命してあげて、タルババにはタルババで返すのが一番いいですね。これちょっとむずいな。まあ、ダメージ抑えていけば、多分相手スペルないので、もう勝ちなんですよ。僕は、あともう2分ぐらい攻めなければ、多分もう負けないですね。多分ですけど、そんな試合だと思いますね。あ、ラムか。ちょっとめんどいですね。これ、陸行きが。やべえ、マジアチャの犬気がやばい。いや、延命されてる。え、ちょっとうまいな。おい。走れ。走れ、言うの。まあ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 、ラムライダーでしたね。ラムはエレキで止めます。エレキでしか逆に止めれないので、プリンスにエレキを割いてると、ちょっとやばいかもしれないですね。なので、さっきみたいにまた工場で耐えないといけません。まあまあ、でかいな、このダメージも。さあワンチャン来る。同性ぶっぱは多分ファイボじゃないと思うんだけどな。ファイボだったら終わる。やばい、射抜かれる、射抜かれる、射抜かれる。いやこれも許容して、来たカウント。これ多分ユーノ追加で、いやユーノ追加やべえな。ユーノ追加したらいけんす。エレキがマジでエレキゲーっすね。こういうのは全部止まるんで、これマジアチャとタルの角度ゲーできます。これマジアチャでね、全部射抜きます。いや、全然射抜かん。おい。おい。危ない。ちょっと待って。ヒースピやればよかったかな。おい。いやー、あとイモレだけなんでごめんなさい。マジで、ガンイモします。イモレるかなーこれ。待って、やばい。危ね。ちょっと怖いなー。まあ、ユニット、ファイボがないのが救いですね。ファイボワンポイズンもないので、後ろからユニット裂きまくって、一応マジアチャー警戒もしていかないといけないですね。いや、これ、美味しくない？なんか、釣れたっすね。これはね、さすがに勝てそう。いや、これ、端前勝ち行った方がいいですね。端前勝ち行って、勝ち行って、勝ち行くと、止まんない気がするが、ほどほどにします。僕は、攻める必要がないんでね。よいしょ。あ、やばい。これ、家の追加来るかな。ここでなんかファイボとか飛んできたらさすがにやばい。ヒースピー。いやー、でかい。このヒースピーマジででかい。で、
まあ、始まり工事をぶっ破して、さすがにこれは勝ちましたね、グッドゲームという感じで、まあ、前半のダメージが結構良かったですね。まあ、こう耐えてるとやっぱ攻めないといけない流れが来ますので、まあ、そこ攻めてくれると、まあ、カウンターで刺したって感じですかね。あとマジアチャリネイタンか、そうです、前半でこう、まあ、ファイボーとかがポイズンとかないデッキなので、僕は、まあ、できるだけ削っとかないと、なんかこう最終的になんだろうね、削りが優秀なデッキ、ファイボーとかロケットあるデッキには高回転のとかね、もう500ぐらいのリードだと一瞬でね、あの1分間あればロケ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 、ファイボー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 で余裕でダメージ逆転されてね、って感じになっちゃうんで、できるだけ、まあ、攻めれる時には攻めといた方がいいですね。さっきみたいな感じでマジアチャで射抜くとか。さあ、ガボイズゴッドですね。これ、なんか海外の超有名な選手ですね。さあ、マジアチャー、これ、ミラー説ありますね、また。今回相手がムートかな、もしかしたら。これ、延命さすがにしてきますね。ああ、人技ですね。マジアチャ人、これはなんか一個古いっていうか、結構最近寄りのデッキですね。最近より、ちょっと前か。インドラが多分いるやつですね。ランバーなんで。なので、まぁ、ちょっとめんどくさいなぁ。この。いや、でも止まる。よいしょ。多分ファイボがありそう。ファイボのインドラ?インドラ型のちょっと昔のやつだと思いますね。なので、まぁ、ファイボが相手があるので、同じダメージで進んでいくと負けちゃうんでね。どっかで刺さないといけないですね。マジアチャかな、こういうのマジアチャで狙いたいですけど、逆に今だとこのランバーが残ってカウンター来るんで、ランバー射抜くときはちょっと覚悟を決めないといけないですね。さすがにフルカウンターがやばいんで、まあまあちょっと待ってね、待っていいですね。でマジアチャには多分ファイブを打たれると思うんですけど、まあまあ出してもいいですね。よいしょ。ちょっといやータルババは使いたかったんだけど、あれかな、ラムの防衛した方が良かったかもしれないですね、ワンちゃん先に。いや、うまい。このマジアチャプラスのタルババで何でも止めるのはちょっといやらしいですね。で、コジョババで攻めたら多分基本ラム防衛されるんで、ユニットいっぱい残ってるところの端前とか、いい感じの逆サイにコジョババやると、結構ね、流れは持っていけると思うんですよね。さあ。そろそろですね。もうこの辺から頑張っていきたいところではありますね。ワンチャン射抜こうかな、あれ。どうだろう。いやー、怖い。一回ケツでいきます。こっちはファイブ打たれてもいいですね。よいしょ。なんなら相手がファイブ打ってきそうだな。さあ、あのマジアチャを。いや、いいファイブか。いや、いい延命ですね。で、このインドにあんまエレキを使いたくないんですよね。よいしょ。相手暇してるな。暇してる。ワンチャンぶっぱ。タルババ咲いた。ほら。ワンチャンある、マジで。で、あ、コジョババ。いやー、めっちゃいいファイボ。いや、でもめっちゃいい。頑張れ。いや、タルババやってよかったな、これ。いや、でも、なんか知らんけど、ダメージ一気に追いついた。いや、マジで。なんか知らないんですけどね。いい。で、相手は、まあ、これ、ちょっと攻めにくいですね。やばい。ちょっとだけやばい。いや、オッケーオッケー。ワンチャンファイブ飛んでくる。よしよし。あ、これ射抜く。あ、射抜けねえか。危ない危ない危ない。危ない危ない。一応警戒してね。もう1500なんで、さすがにこれ、大逆転は基本的にはないですね。事故らなければ。あのマジアチャですね。マジアチャだけやんないと。ちょっとやばい。あとイモルだけっすね、マジで。マジでイモルだけなんですけど、エレキがマジで大事ですね。エレキ。さあ、これ来ますね。あ、まだ来ない。イモってくるー。さあ、イモリ対決ですね。これはマジで。あの、エレキだけね。エレキだけってか、マジアチだけマジでやんなきゃ。やばい。いやー、その辺めんどいっすね。マジで。マジでめんどい。エレキあんま避けたくないんですよね、正直。マジアチャリ抜きてえな。まあ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 。エレキ回せ。エレキ回せ。エレキ回せ。オッケー、ムートで抜く。いや、いい。いや、やべえ。この
ドラゴンやべえ。まだマジアチャがこれ僕残ってるんがちょっと救いですね。よいしょ。そうそう。で、これ、マジで。気をつけなきゃ。ファイボでワンパンされる。おい、おら、危ない、来た来た来た。なんならこれ相手攻めてきた。カウンター？いや、カウンターとか言ってる場合じゃねえな。いやー、これめっちゃいいゴースト。さすがにそれは神。いやー、あと17秒。俺これで負けるのマジ嫌だ。しかもこれ勝ったら多分展開いける説ある。ワンチャン、攻めたるとか、神ファイブ来る。危ねえ、待って。やべやべやべ。ヒースピ、ヒースピ。うい、来たー。危ねえ、え危な、グッドゲームです。いや、これ、なんかワンチャン負けそうですけどね。まあでも序盤の、相手がファイボとタルババされたタイミングの、なんかエレキとかマジアチ残ってて、もうムート工場ぶっぱ。なんか、意外と、ぶっぱで勝てます。まあなんか、両サイ振っとくだけで結構勝てるんですけど、やべえ、あと3なんで、ちょっとどうせなら、ちょっと展開ね、行っときたいんで、ここでね、今日展開行って終わりにしようかなと思います。VS ラバ戦とかもね、見せられるとすごいいいかなと思うんですけどね、タイミングよく来てくれねえかな。マルチだと結構、コカツとクロスと、なんかラバが多いイメージがありますね。コカツ、クロス、ラバ。まあ、あといろいろ別に何でもいるんですけど、なんか最近のクラロはマジで何のデッキでもいるんですよ。まあ、これすごいいい話なんですけど、だからもう、ペッカとかもジャイもゴレもホグもスケラもコカツもバルーンも、まあ、何でもいるんですけど、本当に、本当に何でもいる。なんか一時、なんかもうこのデッキしかいないとか、でまあ、このカードしかいないっていうのがよくあったんですけど、ダクネだけとか。なんかそういうのがあったんですけど、最近なんか何のデッキでもいるんでちょっと楽しいですね。さあ、よろしく。とりあえず、まあ基本的な動きは、ユーノとゴースト両サイに割いておくだけですね。ユーノとゴースト両サイ割いて、相手のユニットに対してユニット合わせるみたいな。だからこれ射抜きます。これ射抜くだけで、ユーノの受けをもう一枚出さないといけないんですよ。多分。あれ？出さないでよかった。止められちゃった。ごめんなさい。へい。さあ、ベビー、縦の戦士、ラバかな来ちゃったかなラバ。これ、今、相手、あれっすね。陸がない。陸がない。うわ、バルキリーいんのか。まあまあまあ。で、今これ、アド取ってるんで、僕は。焦る必要はないですね。普通にこれを、まあ、ムートでいいかな。ムート回収して、縦の戦士が回ったかな。縦の戦士回ってるな。これ、ムートの前に縦線じゃない、ゴーストつけます。で、ヒースピやります。そしたら、縦線突破できる。よいしょ。で、オッケーオッケー。これで、まあ、僕、ラバルで1個おられるんですけど、いや、ワンチャン耐えれる。耐えれねえか。今は耐えてほしいな。別に僕も折れてるんですよ。で、なんなら、バルキリーだな、これ。バルキリーが、ベビか。ベビのターンで、バルキリー回ってないっす。で、これでバルキリー回った、バルキリーベビーで、普通にうざいと思うんですね。キングもちょっとちょっかいかけていきたいですね、これ。僕がキングにめっちゃプレッシャーかけられるんで、キングもちょっとオルキでいかないとね。で、今は、バルキリーがいるんで、まあ、どれサイトもバルキリーって感じか。いや、このゴースワンチャン無視されるな。無視だけはやめてほしい。やべえ、これちょっとやばいかも。ラバ引きてって言ってラバ引けるのはすごいんですけどね、僕。負けちゃうと話になんないですね。ね、ファイボかなんか怖いな。真ん中、バルキリーとかも全然あるなって感じですかね。さあ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 。いや、めっちゃいいインドラだな。頑張れ。耐えれるよ。耐えれるよ。耐える。いや、爆破がやばい。いや、待って。ラバル、勝ちたいんすけど、いや、勝てるんすよ。本当に。負けちゃうんですけど、一旦ね。まあ、時間があるんでね、まだ。まあ、時間があるので。やべえ、この、ちょっと待って、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 バルキリー縦線が良くねえぞ。ここ縦線来るぞ。いらっしゃい。え、こんのかい。いやー、待って、ファイブ来る。いや、でもこれで、あ、終わったっす。全然、勝てるとか言ってごめんなさい。負けました。いやー、なんでだ。なんでだ本当にごめんなさい。
でも、まあ、勝てないこともないんですよ。僕よく言うね、負けた時によく言うんですけど、いやー展開いけなかったな、また次の動画で展開いきます。では終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。